はい、えー、それでは始めてまいります皆さんこんにちは、えー、2020年中上級ガイダンス改正民法ワンポイント講義と題しまして約1時間程度、えー、講義の方をしていこうと思いますもう今回タイトルのとおりもうワンポイント、えー、今回担保責任について思いっきり変わっているというところそのあたりをご紹介し、えー、点数につながる講義をしていこうと思います、えー、この一冊だけで担保責任のところは十分ですのでぜひこちらの指揮を得て今日は書いてくださいでは一ページ、えー、レジュメの方を使っていきましょう一番上を見てください 左側に改正前の考え方があります担保責任昔の考え方は傷物引き渡したものに価値がある傷物を渡したら責任を取れ傷物を渡したら責任を取れこれが昔の担保責任の考え方でしたそれをガラッと変えました右側を見てください引き渡した物が契約内容と違う 契約内容と違うものを渡したら責任を取れ発想を思いっきり変えたんですなぜ変えなきゃいけないか実はかなり不都合な事案があったんです旧法は渡したものに傷が傷物があったら責任を取れということでした一番の問題点は贈与だと言われてます贈与契約これバインダーいるいいけどどうしてちょっとさこれ ちょっと壊れてんだよ、ね、ちょまぁ、あ、使えないかんね使えないけど少し壊れてんだけどいるおおいいおいいよありがとうもらうねうんじゃあはいうんありがとうところでこれ壊れてるよねだからそう言ったじゃん傷物渡したな傷物いやだからそう言ったじゃん傷物渡してお前分かってじゃねいやだってそういはい楽しい損害賠償の時間だおかしいんですよ <laughs> これ 今のルールで言っちゃえば傷物渡してますよねで分かって渡しますよね責任なんですよ。じゃあちょっと待って今のこれ贈与契約の内容って何ちょっと壊れてるバインダーだよね渡したものはちょっと壊れてるバインダーだよね契約内容と渡した物一致してますね契約内容と渡した物が一致してますよねってことで今回ルールを思いっきり変えたんです。 発想をしっかり持ってください右側の方ね契約内容渡した物が契約内容と違うと渡した物が契約内容と違うその時に責任追及するんだとはいでそれをどう表現していくかとこの下の表にいきましょう図表1担保責任全体像 目的、物の契約不適合、こういう字を使います、契約不適合、契約と合ってない、契約と合ってない、契約と合ってない、これをもう少しざっくりいくよ、左側のまず上は、目的、物、物が契約内容と違う、物が契約内容と違う。 右側「権利」の契約不適合「権利」が契約内容と違う「権利」が違うとでさらに左側は「場合分け」「種類品質」に関して契約内容に適合しないしっかりこれを押さえて「種類品質」って言葉「種類品質」って言葉何でもいいんですよあの まさにさにっきの話なんですけど買ってみたらね新品だと思ったら中古品だったとかちゃんと壊れてない製品だと思っていたら壊れていた品質形状え種類品質が違うともらったものが品質が違う新品だと思ったら中古だったとか壊れてる壊れてないと思ってことは壊れてたとか。 真ん中数量に関して契約内容に適合しない数量数ね数10個という契約内容なのに7個だった本当にそんな感じよ10個といったのに7個だったと昔数量指示売買ってありましよね感覚あれです数量指示売買と一番右権利の契約不適合権利が違うと変な物件がついていると 変な物件がついてるとなんか知恵権がくっついてると知らなかったとこの全部で3タイプ種類品質数量権利種類品質数量権利とこのように分けることにしましたこの3つは言えるようにしてくださいね種類品質数量権利ね というのは後でこの表で違いを見せるのではいでその場合の話になりますでは効果を見てください債務不履行として担保責任を負う冒頭の5文字要注意なんです債務不履行なんですいや普通に考えてあの新品だと思ったら中古品を送られたと話が違うだろうと契約違反だろうと 10個と言ったのに7個しか送られてないとこれ契約違反だろうとこれは昔の法定責任説契約責任説という立場の違いがありました今回は契約責任説の立場を使って債務不履行処理をします昔のような落ち度があってもなくても責任を取らせるという論理じゃありません単純な債務不履行という扱いですだから債務不履行だからできることが2つあるはずなんですよ その下に載っている3番、4番損害賠償解除損害賠償解除で今回の契約不適合不適合の場合はプラス2個不適合の場合はプラス2個丸2代金減額これ従来通りですよね一新しい権利です追加請求権 追還請求権ただね、言葉が難しいだけで、当たり前のことを言ってるだけなんです。ちょっとこちらね、ページめくりましょうか、えっとね、3ページの方を見てください。えー、3ページいきまして、562条、員数の追加請求権。 引き渡された目的物が種類、品質、または数量に関し契約内容に適合しないものであるときは飼い主は、うりんに対し目的物の修保、代替物の引き渡し、不足物の引き渡しの離婚追加を請求することができるもしよかったら、丸か線んか何かして2行目目、的物の修保、代替物の引き渡し、不足分の引き渡し。あのいや 普通に言うよあの買ったら壊れたら店に電話して何て言う直せって言うよねあの壊れ方が通常じゃなかったら「変えろ」って言うよね10個だと思ったら7個だったらあと3個よこせって言いますよねこれ当たり前のことを丈夫で言ってただけね当たり前のことを言ってただけ「直せ帰ろ不足分よこせ」と「直せ帰ろ不足分よこせ」と。 でただしでで、ね、ちょっとこの四枚に、えー、と条文4枚にその下に改正を趣旨ポイントというところがあります。ちょっとね、2段落目、562条1項というところを読んでいきます。本条1項本文は上記1のとおり、飼い主に追加請求権を認めるものであり、どのような追加請求方法を取るもの、飼い主に選択を委ねている、なんでここを押さえるようにね、飼い主に選択権があるんだということ、当たり前のことを言ってるだけだから、あとは飼い主が選ぶんだということね。 はい、じゃあまた条文を見てからもう一回この表え枠を読もう1個の続ただし、き。し、売り主は関心不当な負担をかすものでないときは関心が請求した方法と異なる方法による履行の追加をすることができる主語をまずしっかり見て売り主は,売り主はで4行目、買い主が選択した。 え請求した方法と異なる方法売り主は、会社が選択した方法と請求した方法と異なる方法これぐらいで結構ですまたこれも当たり前のこと言ってるのねすいませんあの、全部で14回の講義もらったんですけど13回目は抜けてるんですよ、13回目がなんで、すいませんで、13回目抜けてるんでもう一回全部発送し直してくださいどうします 13回目だけ送るよね向こうは向こうは全部送り直せでもこっちはよ不足分だけ送るでいいだろうと当たり前のことしか言ってないんだ分かりますでちょ読み飛ばすところもね実は当たり前のことしか言ってないんですこう言ったらどうするすいませんあのレジュメ100ページのうちすいませんあの5ページから10ページ抜けてるんですよねあの新品にしてもらえます あでは5ページから10ページ送りますのであのうまく貼り付けてくださいとこれ飼い主困りますよね別に5ページから10ページだけもらって貼り付けろって無理があるんですよなんでそういうことがないようにこちらの方ね端子の後飼い主に不相当な負担を課すものでない時はと不相当な負担を課すきにない時はということを言ってるだけなんですただこれってどう普通にこれ問題出されたら多分今事例問題出たらね解けると思うんですよ なのでしっかりまず押さえてほしいのは飼い主に選択権があるんだけど売り主が抵抗できるってこと飼い主に選択権があるってことまず飼い主に選択権があるんだけど売り主側もこれええええ対抗できるってこと対抗手段があると。 ではね、その上で2項を読んでいきます全、えー、項の不適合が会員主の責めに期すべき自由によるものではなは主は同項の規定による履行の追加請求をすることができないこのキーワードこれからよう出ます会員主の責めに期すべき自由によるものすいませんこれレジメ折れてるんですよどうお話しました レジュメがね曲がってるのなんどうなったんですかいやねちょっとさ踏んじゃったんだよねうん踏んじゃって曲がったんだよ不適合だ分かりますね言わらなくてもねあんたがやったんだろうってことでそれはできないに決まってるんですでねこのフレーズが結構多く出るの飼い主に落ち度があったら飼い主は救済しないと飼い主に落ち度があれば飼い主は救済しないこのオチが結構多く出てるんです 飼い主側に落ち度があればその飼い主は保護しないよと。ではちょっとこれで左側のページの一番上に図表はないでしょうか左側のページの一番上図表にってやつかなまずね一番上だけざーっと見てくれない一番上だけ一番上だけ。 えー、契約不適合だったらできること、今言ったもの,の、一番左側、追加請求、次、減額請求、解除、損害賠償とあります。ちょっとこれ、要件を並べましたので比較していきます、比縦に見ていきましょう、まずは一番右、損害賠償、要件、はじめポチ2つ。 引き渡された目的物が種類、品質、または数量に関し、契約内容に適合しないものであるとき。売り主が関しに移転した権利を契約内容がえ、移転した権利が契約内容に適合しないものであるとき。で、一つ空欄があって、損害の発生、債務不履行と事実と損害との因果関係。で、その下、ここを意識して、売り主の責めに帰すべき重、売り主の落ち度、売り主の落ち度がなければ、売り主に損害賠償はできません。 売り主の落ち度がなければ売り主に損害賠償はできません一方この一番左一点一番左追還請求追還請求初めの要件は同じ飛ばす2個空欄があってその下売り主の責め 売り主側の落ち度はいりませんただしその下ここもセットね売り主側の落ち度はいらないけど買い主側に落ち度があると売り主側に落ち度はいらないけど買い主側に落ち度があるとできないぞ。 売り主側の落ち度はいらないけど買い主側に落ち度があったらできないぞ。でそれが次の左から2つ目代金減額も同じ代金減額も同じで売り主側の落ち度はいらないけど買い主に落ち度があったらできない。そしてその横「解除 この解除についても同じなんだけど、ここ、解除、売りの落ち度がいらないというのは大転換だってわかります解除、売り主の落ち度がいらない。中の2を見てください。解除の要件、これはここに限った話ありません。今回の改正、全般にかかります。ここに限った話じゃなくて、全般にかかる改正です。 解除はこれからは債務者の落ち度はいらなくなりましたでこれが発想が変わったんです発想が変わって今までは今までは債務者債務者に対する責任追及債務者に対する責任追及という考えだったのがそれがね 思いっきり変わって飼い主を契約から解放させる飼い主を契約から解放させる上から二行目見て太字のところ利婚を得られなかった債権証契約の拘束から解放させる契約の拘束から解放させるというふうに変わったんです発想がだから拘束から解放されなければ 売り側に落ち度がががあろうがなかろううなか解除できるってことね。不要ってことはあってもなくてもできるってことねあってもなくても解除して代金債務から解放されるあってもなくても解除して代金債務から解放されるんだと。 この論理で言えば飼い主のの責めところもつながりますよね。解除というのは解除は飼い主側債権者側の保護のために作ったんだからその債権者に落ち度があったら解除させる必要はないよねと飼い主側の保護のためなんだから落ち度があるんだったら保護しなくていいよねとで一緒にセットでもう一個同じものがあるんですこのままね下行って。 週の3類似例皆さんが大好きな危険負担ですちょっと状況だけいきましょう危険負担売り主 A と買い主 B との間に6月1日に高建物の売買契約を提起した A と B 代金債権引き渡し債権が発生している契約の1週間後延焼にて高建物は滅出売り主の引き渡し債務は履行不能になるそれでは反対債権の代金債権はどうなるか ちょっとこれ A と, B A と B が載ってますが B の方に債権者と入れておいて B の方に債権者と,といるて B が買い主この B を債権者履行できなくなった引き渡し債権の債権者履行できなくなった引き渡し債権の債権者そ,そこまでいいかなで従来は片方が履行不能になった時に 片方の代金債権が残るか消えるか。残るか消えるかっていう処理だったんです。新法では代金は絶対残ります。代金は絶対残ります。絶対残ります。代金は絶対残ります。 だからもう忘れましょう債務者主義債権者主義あの言葉はきれいに忘れてください債務者主義債権主義の言葉はきれいに忘れてください新法では代金は絶対残るとしましたじゃあどういうこととあとは代金請求を拒めるか拒めないか代金請求を拒めるか拒めないかという処理に変えたんですもう一回いきますよレジュメの方2ページ一番下見ています 今までは危険負担の論点は片方が履行不能になったら代金債権が残る場合消える場合というのを規定しましたこれからは一律残ります一律残ります残った上で払う必要があるかないかというふうに分けたんです ではこの場合分け見ていきましょう当事者双方の責めにきすことができない自由によって債務を履行することができなくなったとき債権者は反対給付の履行を拒めるか上で言うと代金,、ね上でいうと代金ね、単体給付の履行を拒めるか代金が拒めるかというと拒めるとへそうなんだと思うかもしれませんけどあのこれ、初級講座で教えても、ね、誰も感動しないんです。 はい今回家を買ったんですけど家の引き渡しができませんでしたじゃあお金は払うべきでしょうか払わなくていいですよねそれは当たり前ですよブツがないんだからなんで金払わなきゃいけないんですかとあれ誰もメモしねえなとなんでだろうと初級講座やってもね誰もなんかメモも何もしてくれないんですだって当たり前じゃないですかブツが手に入らないのに金払うっておかしいんですよねなんで支払いは拒める当たり前だただ清て、ね、拒めるだけであって 代金債権残るからね拒めるだけで代金債権は残るからね消えるじゃないよ残るんだからね消えるんだけ残るんだからねそこまででしょうか、うん、なのでちょっと突っ込んでやってくださいこっち側を買い主にしましょうかえ何履行できなかったの うわぐさっ代金去ってるうわっ代金去ってるうわっ候補でなくて俺たちのせいじゃないよなうわっ代金去ってるこれ俺は払わなくていいんだよな払わないきねずっと去ってるいてえずっと俺去ってるずっと代金債務の功績ずっと契約の功績ずっと契約の功績分かってますね分かってきましたねおこれはどうすいいの契約解除すりゃいいのあくまでも代金債権はほっといたら残る なくしたければ解除すればいい。なくしたければ解除すればいい。一応聞きたいんだけど、売り主側に落ち度がないんだよ。売り主に落ち度がないんだけど、解除はできるんだよね。売り主に落ち度がなくても、今は解除ができるんだよね。なんで、あくまでも債権は残る。やはりえ解放されたければ解除すればいい。解放されたければ解除すればいい。現新しい法律では、相手に落ち度がなくても解除はできますからね。 なんで、利効が拒めるだけ、利効が拒めるだけってことね、利効が拒めるだけ、代金は残るんだよと。はい、では、2段目に行きましょうか。うーん ちょっとこうまたこちらを飼い主にしましょうか。飼い主がね。えー、最終的な、こう、家が燃えてなくなってるんですね。支払いを拒めるかどうか、ちょっとやらせてください。あこれがお宅の家ですか。いいですね。あ、じゃあ、買いますよ。買いますよ。さあ。いい家ですね。パ,ーパイボい。ぐさ、刺さってる。刺さってる。刺さってる。俺は払う必要があるんでしょうかと。 あるよねあ。刺さってる刺さってる解放されたい解放解放はだめだよね連動してるの分かりますこちらのところ2段目ねえっと2段目債権者の責めにきすべき自由によって履行ができなくなった時これ,はいこれは支払いは拒めないし債権者飼い主に落ち度があるから一緒に見てて解除もできない解除もできないよと。 てかこれ解除できたら意味ないよねあの拒絶はできないけど解除ができますよとそう言ったらみんな解除するよ拒絶はできないけど解除ができるじゃ意味がないんですじゃあセットに一番下まで押さえましょう一番下ね「図量地帯が生じた後に当事者双方に攻めにきすことができない重由によって履行不能となった場合」というところ ちょっとまず冒頭ね、ずる地帯い。約束の日に B に持ってった、約束の日に B に持ってったら、受け取りを拒否されたってこと、ずる地帯い、もう一回いくよ、ずる地帯いね、約束の日に持って行ったところ、い主に受け取りを拒否された飼い主に受け取りを拒否された。 もうう回いきましょうか A が約束の日に B や物を持っていったら受け取りを拒否されたその後燃えたこれは飼い主のせいにします受け取りを拒否した飼い主のせいにするんです受け取り拒否した飼い主のせいとしますだから拒絶ができない拒絶ができない この一番下の段は特に意識して覚えてください。飼い主側え、頭領地帯。これは飼い主側の落ち度だ。だから、同じように拒絶ができないんだと。 ではこれぐらいにしましまょうか上の表に戻りますで上の表に戻って解除というところの2段目。介助が売り主に対し履行の催告をし相当の期間を経化したことと書いていますいわゆる催告、えー、がいるというのがありましたねそれは新法でも同じです一方、左側減額請求同じ欄ン 会員氏が相当の期間をさめて離婚の追加の催告をしその期間内に離婚の追加がない時ほぼ同じように催告がいるんです減額の方は催告がいるんですちょっとこの辺りはね条文と理由付けを押さえていきましょうページは4ページまで飛んじゃってください 4ページの方は上に条文があってその下に改正の趣旨ポイントというな、まあ、理由付けが載っているんですがこの初めの改正の趣旨ポイントのところえっ、ー、とね初めの1つ,1つ目の枠の最後3行1つ目の枠の最後3行を読んでいきますと解除の代金契約は売買契約の一部解除と同様の機能を営むそこで本庄は以下に述べるとおり解除の場合と同様のルールを定めている一部解除 一部解除と考えてます減額は一部分の解除と考えてますなんで同じように債国がいるとしているわけです ではね、ちょっとこれ1個を読んで何を催告しているか読み取ってみて上の条文1個を読んで何を催告しているか読み取ってみて「離婚の追観の催告」だね離婚の追観の催告なんです。 でもうこれは先に結論に言いましょうその下に載っている改正趣旨ポイント上から2段目563条1項というところ2行目あたりの右側太字だけ見てください追還請求の優位性追還請求の優位性追還と減額はまずは追還をしてくれとで追還がダメなら減額まずは追還してくれ追還がダメなら減額なんです 追款がダメなら減額を減額請求だと。 じゃ、あそれぐらいにしまして、戻りましょうか。えっ、ー、と、じゃあ戻、戻えっと、上の方、条文ありまして、この二項。二項はこれ、無理はしないで。え、これは催告がいらないケースが、かなり細く載ってるんです。二項は無理をしないでください。読まなくてもいいぐらいです。で、三項。第一項の不適合が、会社の責務に期すべき順に寄るきは。会社全二項の規定による代金の減額を請求はできない。さっきから繰り返します。買い主側に落ち度があれば、できませんよと。 じゃあ今度は右のページの条文いきましょう。真ん中あたりの全2条の規定は第415条の規定による損害賠償請求ならびに541、542の規定による解除の行使を妨げない、妨げない、一緒にできるよと。一緒にできるよと 前2条と書いてあるから前2条のタイトル確認して前2条のタイトル確認して前2条2個だからね前2個だからねで542が追加んで542が追加んで543が減額ね。 追加減額というルールはあるけど解除・損害賠償することは邪魔しないよ解除損害賠償することは邪魔しないよこれって似たルールとしてはもともと債務不履行の条文で解除権の行使損害賠償の請求を妨げないってありましたよね解除権を使いながら損害賠償をするってできましたよねあるとほとんど同じ作りです。 だからこの4つっていうのはもう平行して使える同時に使えるんだってことね平行して使える同時に使えるんだよとまあ個人的には解除しておいて追加請求っておかしいと思うけどね解除しておいてね追加しろっておかしいと思うんだけどまあその辺りまで突っ込んではこないと思います条文の作りとしては邪魔しないよって言ってるだけです。 で、まあ、ちょっとこれ条文の話にまたなってしまうんですが、一旦ね一ページに戻って三タイプもう一回確認してもらっていい？不適合の三タイプ。いけますか？種類、品質、数量権利でしょ？種類、品質、数量、権利だよね。でね、ちょっと条文また今度はね、さえっと三ページの条文見ていくよ。三ページの条文。 条1項引き渡された目的物が種類品質または数量に関して契約内容に適合しない時ときと種類品質と数量があって権利が入ってないでしょう権利が入ってないね権利は565条権利は565条で規定しています。 この562、563は種類、品質だけ書いていて権利は別条文、権利は別条文にしています。じゃあ、その565、読んでいきましょうか。 5ページの下かな5ページの下の方に565があります。読んでいきますと、全3条の規定は、売り主が関心移転した権利が、権利が契約内容に適合しないとき、かっこ後に読む、について順用する。権利と言ってるね。権利って言ってるね。で、全3条って言ってね。全3条って言ってるね。確認して、前3つ。 前3つなんで同じじゃねえかとあのここまで見るとねあの前3つを順用するんだから同じだろうとってなると条文分けた意味がないように見えるんですだったら初めに全部まとめて書けばいいじゃないかとって思うんですが実はこの条文の規模は括弧の中にあるんです。権利の一部 一部が他人に属する場合においてその権利の一部が移転しない時を含むここに肝がありますじゃあちょっとまとめましょうかページに、ね、6ページ続けて表を見てくださいちょっとまずねこの表なんだけど一番左だけ見て一番左一番左一番左,一番左ね一番左ね一番左,、ね一番左 債務不履行の担保責任できることは、追加請求、減額請求、解除、損害賠償の4つ。じゃあ、改めていくよ、左から2つ目、移転した権利が、あ、売り主が移転した権利が契約の内容に適合しない、契約内容と違う権利が来てる、契約内容と違う権利がつ来てる、変な、変な知恵権がついてるとか、変な抵当がついてるとか。 そういった場合は前3条を準用するから全部丸ね前3条を準用してるから4つ追加減額損害賠償解除全部が丸で真ん中俗に旧法っぽく言うと一部他人物一部他人物です一部他人物も含むと言ってるから一部他人物も含むと言っているから これも全部ま丸なのね条文で一部の他人物だけって言ってるってことは全部他人物は入ってないんですよ全部他人物は入ってないんですこれが言いたいんです全部他人物は入れないよと全部他人物は入れないよと でね、ちょっとこの表の上の CF っていうところを3行読んできます権利の全部が他人属する場合においてその権利を移転しない場合他人物売買で真の所有者が所有権の移転を確定的に区別する場合などは債務不履行一般原則によって処理債務不履行一般原則で処理表の一番右見てください権利の全部が他人物 できることは解除損害賠償解除損害賠償です。っていうか大体そうなるよ。あの聞きたいんだけど全部他人物だったら減額請求っていくらまで減額する ?0 円だよね。0円まで減額するのかだったらこれ解除するの変わらんないよ。一方、追加請求っていっても全部他人物ってことは。 権利よこせってことだよね。権利よこせってことだよね。これって他人物売買で当然債権発生するでしょ。他人物大丈夫他人物売買って向こうに移転する権利を持つよね。所有権をよこせて権利が発生するね。所有権をよこせて権利があるんだから追加請求なんて条文いらないんですよ。追加請求で条文なしで普通に権利を移転しろっていう条文があるからそれでいけるんです。 この表はとにかくね一番右全部他人物が入ってないってことね全部他人物は入ってないてこね。普通に履行え全部他人物は入ってなくてできることは損害賠償と解除だけ追加請求するぐらいなら普通に履行し履行請求しろ追加請求するぐらいなら普通に履行請求しろ追加請求するぐらいなら普通に履行請求しろ減額請求したってゼロ円になるだから解除しろと減額請求したってゼロ円になるだけだから解除しろと。 減額請求したってどうせ0円になるんだから解除しなさいと。では続けていきましょう今度は566条というやつです。 期間制限の条文ですでね条文は後で読みましょうその下の資格枠を見てください9法9法の貸し担保って知ってから1年でしたするとねこの知ってから1年だと契約してね20年後になっていやー君から20年前に買ったものね昨日開けたんだよ壊れてたんだよね <laughs> さあ楽しい損害賠償のお時間いやいやなんで今更来るんだというのがあるので下段それとは別に時効,を時効があ,ありました時効があって引き渡しから10年で時効で消えますよと知らなかったとしても知らなかったとしても引き渡しから10年で時効で使えなくなるよとで今回改正があったのは意識しで。いて。 上の1年です一知,知,知って1年変わっただけで時効のところは変わってないからね時効は変わってないからね時効という期間制限は残るからね時効の期間制限は残るからね。 じゃあ下の進歩を見ましょうか飼、はい、い主、売り主がいまして飼い主の上、物 not= 契約内容、物 not= 契約内容、その下、飼い主の下、ステキ号を知る、その下なんです、通知する義務が生まれたんです。 契約内容と違いますよ契約内容と違いますよとこれを伝える義務が生まれましたでこの損したこれを1年やってないと損した責任追及ができない。 1>, 1年やってないと責任追及ができない知ったら通知する知ったら通知するこれが1年なければ責任追及できない単純に知って1年じゃありません単純に知って1年じゃなくて知ったら通知1年なければ失権するとあの無理に調べなくていいからね承認間の売買はもっと厳しい 証人間の売買だと。検査する義務まである。証人間の場合は、引き渡してもらったら、検査する義務があります。そこまでは、厳しくありません。証人間売買は、検査する義務がありますが、そこまではない。単純に知ったら、1年以内に、で、知ったら、知って一年以内に通知しろというだけです。 よろししいでしょうかねはいじゃあなんでこんなふうにしたのかというと2つほど理由がありますえそれがえっ、ー、とね1年なしの横見て右の方1年も経ってるとね何にも連絡が来なければあちゃんと渡してんなとちゃんと渡してんなっていうにね大体思うんですよまたね すみませんこのレジュメちょっと色あせてるんですけど一番下米印何て書きます経年劣化年数による劣化も起きるので、まあ、そこまで責任を壊せるのはかわいそうだろうということなんですちょっと聞きたいんですがあいや先読もも今の2つの趣旨を意識しながら条文読んでいきます566読んでいきますと 売り主が種類または品質に関してここで切ってます種類または品質に関してって言ってるね数と権利が載ってないでしょ数と権利が載ってないんだちょっと先に結論だけもう一回見ようかえっ、ー、とね1ページ見たのでもう少しやるよ1ページもう一回戻ってもらっていい1ページの表 1>, 1ページの表、下から2段目、1ページの表、下から2段目、知って1年内に通知しろ、言わなかったら責任させ追及させないぞと、知って1年内にやれ、やんなかったら責任追及させないぞ、このルールが当てはまるのは、種類、品質だけ、数量と権利はこのルールなし。 数量,と権利え数量と権利はこの適用なしでは何でかとえっとねちょっと長いんですが7ページの方にいろいろ理由付けを入れておきましたえっと7ページのね真ん中あたりの2 数量に関する契約内容不適合の場合の契約、えー、期間制限上から2行目これは数量に関する契約内容の不適合は引き渡しをする売りにとっては比較的容易に判断することができる比較的容易に判断ができる在庫管理などをしていればちゃんと数渡してるかどうか分からずなんです在庫管理などをしていればねあれなんで10個もあるんだろうとあれ何か俺本当八8個なのに2個多いぞと在庫管理をすれば分かるだろうと で次3、権利に関する契約内容不適合の場合の期間制限、権利に関する契約内容不適合についても、常期の同様、期間制限は設けられていない、ま,あ、まともな理由づりがあそこに載ってるんですけどね、一応、ちょっと別の角度で聞くね、1年経ってると、本が色あせるって経年劣化ってあるよね、じゃあね、1年経つと、所有権に、知恵権ってついちゃう <laughs> 見てみたいよ、そんなの 経年劣化ってこともないんですよね経年劣化ってこともないんですまたあと個人的に思うのが権利の不適合って重大事だから一年ごときじゃ逃がさないと権利の不適合は重大事なので一年ごときじゃ逃がさないと ということで、あとはね、ちょっとこちらの方もう一回確認とさせてください。この期間制限のところですが、種類、品質は1年のやつと、時効、1年という期間制限と時効の適用があるのね、ちょっとアップさせて、ね、ごめんね。種類、品質は、種類、品質に関しては1年。 知って1年にやりなさいってルールの適用とあと黒いんだけど引き渡しから10年のじゅ時効ねがあるんだけど残った2つ早いかなごめんね1年と時効ね1年と時効ねでも残った2つは1年の適用がないだけね1年の適用がないだけだから両方とも時効はあるからね両方とも時効はあるからそこは間違いないね。 1>, 1年がないだけであって1年の期間制限がないだけであって時効の制限はあるから時効の制限はあるのでそこはごっちゃにしないようにしてください種類品質は知って1年と引き渡しから10年一方数数量と数量と権利内容不適合は知って1年の適用がないので引き渡しから10年の時効 引き渡しから10年の時効、そっちだけになるんだってことね。じゃあ、ちょっとその文章を確認だけしましょうか。えっとね、7ページのところ戻ってもらっていい ?7 ページのところの、えっとね、真ん中の2番、数量に関する契約内容、不適合における期間制限、最後2行。本条により改正前565条、 564条1年の期間制限は廃止され、もっぱら債権の消滅事項に関する一般原則により処理される、もっぱら債権の時効だけで処理されると、なんで債権の時効は残りますので、それは忘れないようにお願いします。 ではその下次の,次の条文、567とありますが、これは捨ててください。567は捨ててください。とてつもなく難しいです。では次、8ページ。内容面については、これでほとんどおしまいかな。8ページで え条文があって下の方に絵があります左側を見てやってくださいある方がある方にお金を貸していて物に差し押さえをかけましたで物に差し押さえをかけてその物を競売したんですで競売した結果右の買い受け人が契約で落としましたただ何かこの物壊れてるんです競売も強制的な売買です競売も強制的な売買なので責任追及はできるんですただ右を見て 軽倍も強制的な売買だから責任追及はできるんだけど4つ載ってないのわ分かる追加が載ってないでしょ追加と追加と損害賠償は載ってないんですあのまずねあの追加は無理 あのちょっと言うとねあの債務者はいやいや売られてるよねこのいやいや売られた債務者に直せと言って直してくれるのかといいやいや売った、ね、債務者に直直せせとと言って直してしくれるとは思えません債務者が直すわけがないので追感がない債務者が直すわけないので追感がない。 債務者が直すわけではない直すとは思えないので追加がないで次に損害賠償はこれやる相手が債権者です損害賠償は相手は債権者に対して行いますなので損害賠償をもしするとしても債権者側になります じゃあちょっと条文、上の568八読んでいきましょうか。ちょっとね3行目から読ませてください。3行目から。ごめんなさいね。の規定により、点から債務者に対し契約の解除をしまたは代金の減額を請求することができる減額え解除と減額と書いてあるのね。じゃあ、条文の方上から読んでいきましょうか。民事執行法、その他の法律の規定に基づく競売。 の買い受け人は541、540の規定及び563の規定により債務者に対し解除をしまたは減額を請求することができる2項と3項は変わっておりません4項を見てください全3項の規定は競売の目的物の種類または品質に関する不適合には適用しない ここは旧法通りに行きましょう。ここは旧法通りの考え方。貸し担保責任。競売の時にダメだったね。貸し担保は競売の時ダメだったね。競売だと物品が壊れるのは通常。競売は物品が壊れるのは通常だから、貸し担保はできないけど、他の責任追及はできたね。貸し担保はできないけど、他の責任追及はできたよね。そこはこれ今回も生きてるんです。 給通り貸し担保競売ができない。でも他の他のね担保席の追及ができるという点はこれは9法通り。ということでちょっとねえっと一ページの表一番下も確認してみて一ページの表の一番下も確認してみて。 競売における特則競売の特則の適用があるのは右2つだけ一番左の種類品質に関しては種類品質に関しては競売のルールは使わないよとはいほとんどこれで内容はおしまいとなります。 ページの方はあは9ページをちょっとめくってください。あの従来、多分なんか表で覚えたと思うんですよ。いろんな責任があって何ができる善意だったらできる悪意だったらできる特に悪意だったらできるものは覚えるんだぞっていうふうに覚えたと思う。忘れましょうすべて忘れましょう こんななものはなかったと思いましょう全部なかったんです全部を忘れてください。あの無理くり覚えたものはいい思い出だったと思ってください。ただね、ちょっと1点あの意識してなくなったことを覚えてほしいものがあります。これが右上権利の全部が他人属する場合561の一番右その他ってところその他ってところいくよ。 善意の売り主は損害を解除し賠償して解除できる善意の売り主は権利の不能を通知して解除できるとこれ全部他人物って売り主からも解除できる全部他人物は売り主から解除できるというルールがあったんですがこれがなくなりましたこれがなくなりましたこれね条文番号はね昔562なんですよ昔562なんですが3ページ戻ってもらっていい 562って今条文違うのをやってるんですなんでこれ売り主からの解除権もなくなりました特にこれ過婚番組売りましたので15年の6の十五年の六の,の記憶は間,間違いなければ他人物売買と無権ダニの比較問題他人物売買と無権ダニの比較問題でこちら解除できますかとかいうものが足の中にあったはずなんです そこで出てますのでここは積極的にしといて意識しておいて全部他人物の介助はなくなったっとねでなでだろうとやっとね一冊本見つかって理由付け見つけたんです理由付けね誰も使ってないとじゃあ作るなよとということなのでもうここは積極的にちょっと意識しておいてくださいえ全部他人物の介助はなくなったとやつね で最後に10ページ11ページから、えー、結論から言うとここの担保責任の過去問は3分の2ほど使えなくなくってます今まである過去問3分の2が使えません。 なんでかっていうと3つほど理由があって一番上問題として成立しないもう新法ではもう問題にならない問題自体がもう,つえもうできないと問題自体が成り立たないっていうのがもう数多くあるんですねで真ん中一番立ち悪いのはこいつなの成立するけど出題当時と意図がずれてしまうこれが一番立ち悪いの あのよく聞かないあの会社法で18年より前の過去問はやるんじゃないと私もよく言うんですけど何でかっていうと問題としては成り立っての成り立ってんだけど旧法だから論点になるだけあって新法だとほぼ論点になんないと例えばあの、まあ、すごいひどい例を多いとね商業登記の問題で次の「あ」から「お」のうち貸借対象表を添付,する、えー、添付する申請は何個あるか正解新法のもとではゼロ旧法のもときあったの旧法のときはね貸借対象表が添付するみたいなものがあったんですよ だから9本の時はね2個って答えたの。で進歩に当てはめると正解は出せなのね正解は出せて0なのねじゃあそれが0って言えて点数が上がるかって言うと上がらないでしょこういうのが多いんです成り立つは成り立つんだけどやっても成績にはいかんつながらないよとこれが一番立ち悪いんです。 で一番下、新法の下で結論がわからない過去問えこれもあるのでえこれ過去問に頼れないんですね右のページお願いします。一番上の表がありまして、えっと、改正民法の論点がありますでその横に従来と結論が同じだよっていうのもあれば 従来と結論変わるるよっていうのもあるまた左側新しい論点もあるよと一番下旧法のみの論点もう新法では意味がない新法では意味がない論点もありますでその下過去問学習だけをする新しい合格ゾーン新法に対応した合格ゾーンで過去問演習だけするとその下 灰色部分がでできる範囲ですもともと債権って問数少ないから従来論点も潰しづらいんですよえ従来と結論が同じ従来と結論が違う異なるところここは全部が抑えきれませんまた旧法だけの論点が結構入っちゃいますということで 最後産業が言いたかったことです当連がいります本日のガイダンスの方は以上です最後までご清聴ありがとうございました